8月6日、1958年の今日は俳優辰巳卓郎さんがご生誕された日です1995年「ゴジラ VS デストロイヤ」で物理学者の伊集院検作役を演じましたこの容器に開けられた花そしておそらく魚が骨にされたのもまさかミクロオキシゲンの破壊によるものだ イジュイン博士は平和のためにミクロー資源を開発しましたがそれは40年前に芹沢博士が研究していた内容に酷似していました現れては進化していくデストロイヤーを倒すためその弱点をついた冷凍作戦を立案します辰巳さんは芸能界屈指の指揮者としても知られ日本ソムリエ協会の名誉ソムリエとしても活動されています